ゆうゆうの日本史ポッドキャストはい皆さんこんにちはゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です皆さん元気にしていますでしょうか今日は2024年の4月17日水曜日にこのポッドキャストを撮っています、えー、今回はですね、えー、プチ歴史ポッドキャストを撮っていきたいなと思います、えー、テーマはですね最近世界で話題の人気の、えー、ディズニープラスのドラマ将軍についてお話ししていきたいなと思います 本当にねこのドラマ今本当に世界で大人気であの僕の学生もいろんな方が見ていてあのクラスの時にねその将軍のドラマである歴史は本当の話なのかとかあとはそのドラマの中で使われている日本語は本当に昔の侍が使っていたのかっていう質問を結構もらうんですよ。で、あのーまあ、実際に調べてみるとねその歴史の部分で言うと。 まあ一応モデルになっているものはあります本当の歴史ではないんですけどもねだからその歴史上のその人物そのモデルになっている人物出来事っていうのを分かっていると多分この「将軍」っていうドラマめちゃくちゃ楽しめるようになると思いますので、まあ、今回はですね、えー、と大きく分けて3つのテーマこの将軍について僕が思うこと1つ目2つ目は、えー、その将軍で使われている日本語について そして3つ目は、えー、とその、えー、将軍のモデルになっている歴史上の人物と歴史上の出来事について紹介していきたいなと思います。はいであのまず初めにねいや僕はそのドラマ見たことがないっていう人。 が、まあ、なんとなくイメージしやすいようにあらすじを話していきたいと思うんですけども、えー、時代背景は、えー、と戦国時代の終わりですねはいあのー、侍最後の時代江戸時代の前の時代になります。はい、で、えー、とこの時代に、えー、主人公の、えー、イギリス人の男性アンジンさんっていう方が、えー、静岡県の今の伊豆に、えー、と漂着するんですね。多分 こう船でねこの海,をこう旅海でこう旅行していてで急に嵐が来て気が付いたら日本にいたと。でこの安仁さんと虎長、えー、っていう侍が出会うんですね。でこの虎長さんっていうのはちょっと、まあ、ピンチなわけなんですよ。まあ、なんでかっていうとその次の将軍に誰がなるのかっていうね、まあ、戦いがある,わあるわけなんですが、まあ、ちょっとね厳しいポジションにいると。 でその厳しいポジションにいる虎永さんと安仁さんが出会うことで歴史が変わっていくっていう歴史ファンタジーになります、はい、なのであのまず初めにねあの答えから言うとこのの歴歴史史は本当の歴史じゃないです、はい、ただあのところどころね本当にあったことがモデルになってはいます。 はいで、えーとまあ、今回ねちらっといろんなこうトレーラーとかを見てみてね僕が感じたのがとにかくね建物がリアルですね、うん、その障子の使い方とかこの武家屋敷っていうんですかね侍がいる屋敷の間取りとか、まあ、そのレイアウトとかがすごくねリアルでびっくりしました。うんまあ、大体海外のののの方がその日本の昔の 歴史資料っていうのは読めないわけなので勝手にこう建物を作るとちょっとヨーロッパ風のレイアウトなんだけど建物は日本っぽいみたいなちょっとこう違和感を感じるあの建物を使ったりするんですけども今回はねすごくリアルですはいそしてあの男性の着物ですねこちらもすごくリアルだなと思いましたはいちょっとこう女性の着物に関してはそんなに派手じゃないけどなあっていう部分はあったんですけども はい非常にねこう着ているものもリアルで,で何よりもですねこの今回の「将軍」っていうドラマすごい量の日本人が出ているんですね。でやっぱり日本人が実際にやる仕草なので、まあ、一つ一つの動き体の使い方がリアルだなと思いました剣の振り方とかあとはお辞儀の仕方なんかもね非常にこう注目して見てもらったら面白いんじゃないかなと思います。 うん、なんかね僕はそのトレーラーでそのアンジンさんってイギリスの方が、まあ、侍に侍とこうお辞儀をするわけなんですけどもあやっぱこう海外の方ってこうやってお辞儀するなって背中が丸々なっていうね何かそこら辺も見るとああ面白いなっていうふうになるんじゃないかなと思います。た、はい、ただですね結構このの歴史的事実に関しててはかかなりり変えてあったりとか時代がその なんだろうめちゃくちゃまではいかないんですけど全然違う時代の出来事をこの将軍でも紹介しているのでちょっとこう違うのかなって思う部分もありました。うん あの一つ目ね、えーとまあ、キリスト教ですねあのカトリック教のねお話なんですけども、まあ、これはね結構歴史日本の歴史では有名な出来事ですよね。やっぱりこうキリスト教が入ってきて日本をコントロールされてしまうんじゃないかとその怖,か怖,怖いと思ったその当時のね侍たちが、えー、キリスト教を、まあまあ、弾圧するわけなんですね。 コントロールしていくで、まあ、いろんな方が亡くなってしまうんですけども、まあ、そういう事実はまあ確かにありましたただあの今回の,そのトレーラーでんって思ったのが結構黒船っていうワードが出てくるんですね黒い船なんですねあのこちらなんですけども、えー、と一応この将軍のドラマの中ではポルトガルがいろんなものを世界に運ぶために作った船 みたいに紹介されているんですけども、実際、日本に黒船が来たのは、えっと、一八百五十三年。なので、その時代からまあ約二百年後の日本ですね。それプラス、黒船っていうのは、ポルトガルの船ではなく、アメリカの船なんですね。はい、そこら辺も含めて、ちょっとこう。あったことを、国を変えたり、人を変えたりしている部分はあるんじゃないかなと思います。 うん、まあ、それも含めてまあ今回のドラマっていうのは歴史ファンタジーになるんじゃないかなと思います。はい、まあ、このね戦国時代のその歴史に興味を持ついい入り口にはなると思うんですけど、このドラマで歴史の勉強ができるかっていうと僕はできないかなって思います。はい。ただ一つだけね、まあ、ちょっとこう、うん、このドラマを見るときに注意した方がいいかなっていうのがえっ、ー、とあって。 えとあるシーンでですねこのアンジンさんっていう,こう、えー、イギリス人の方がですねその主人公の虎永さんの屋敷に呼ばれるんですね。で、まあ、ある庭に座ってその庭に絵を描くんですけどもその座っている庭っていうのが枯山水の庭なんですよこの庭っていうのはあの見るためにきれいにこうデザインを作ってある一応庭になっていてでそのその こういろんなラインが入っている石の上にみんなが座っているんですけど多分ね当時の侍の屋敷,に屋敷で枯山水の庭に座ったらそれこそ怒られたりとかひどい場合だとねあの、まあ、殺されるまではいかないですけどもあるんじゃないかなと思います。はい、なのであ日本のああいう屋敷、ね、昔の侍の家とかあのお寺とか。 でその庭があったらどこでも入れるのかっていうと違うので、まあ、気をつけた方がいいかなっていうのと、まあ、ちょっとやっぱバイオレンスかなと思います、はい、やっぱ日本の侍っていうのはあの戦う時にはやっぱりね相手を、まあ、ビシュッと切ったりとかするんですけど結構ねこうなんていうんですか何でもかんでも 道にいいる人も切ってしまうみたいな雰囲気があのトレーラーの中ではあったんですけども、まあ、そんなななこととはいいのかなと思います、はい、あの昔のね農民っていう人たちは結構強かったので、はい、あの一応ね1588年にこの豊臣秀吉さんっていう人が刀刈り令って言ってその農民お米を作っている人たちから県を取りましょうと、まあ、そういうねあの法律を作ったぐらいやっぱりこうね 当時のこう。農民の人たちは強かったとうんまあ、そういう時代背景もあるのでまあ、かなりこう。歴史としてこう。歴史としていいというよりかは多分こう。ドラマとして盛り上がるように、かなりバイオレンスな表現が多いんじゃないかなと思いました。はい。まあ、そこも含めてね。その1つね。歴史風のファンタジーとして。 まあ日本の文化をこうなんとなく海外から見た日本の文化をこう見るいい機会としてねこのドラマはとてもいいんじゃないかなと思っております。はいで、えっと、次のテーマなんですけど日本語ですねはい確かにですね僕たちが普段話している日本語とはちょっと違いますよね。 多分このポッドキャストを聞いてわかるっていうねそれぐらいのレベルのある方っていうのはかなりその日本人の日本語がわかる方だと思うんですけどもそういう人でもこの将軍のドラマで使われている日本語っていうのが分かりにくいんじゃないかなと思います。はい、これはですね一応その時代劇の言葉を使っているからなんですね。 でここで答えたいんですけども江戸時代にああいう話し方、ね、ドラマの中で使われているように話していたかっていうと違います全然違いますはいあのもしね興味がある方は「あの東海道中膝栗毛」っていう本を読んでみてくださいこれは江戸時代の中期もうだからこの時代のもっと後に書かれた小説なんですけど原文オリジナルの文は僕が今読んでも何が書いてあるかよくわからないです はい、本当にこうたまに分かる言葉がちょこっと聞こえるぐらい、まあ、それぐらい違うあの話し方をしていたんですけども時代劇言葉っていうのはその,その時代ですね、まあ、歴史の昔の,その話し方をまあ表現するためにですねその昔使われていた日本語の中でも今の日本人が分かる言葉とか、えー、と文末ね ですますをござるっていうなんかそういうのをピックアップしてで他にもわからないような言葉は現代今私たちが使っている日本語とミックスさせるんですね僕の感覚で言うとえっ、ー、と70%ぐらいは えーと今の私たちが使っている日本語の言葉を使っていて残りの30%はこう昔の言い方をちょっとこうミックスさせているような日本語になります、はい、どれぐらい違うかっていうと何だろうなリアルな日本語。 元だなこう関西弁とみんなの日本語ぐらい違うかなうん本当にリアルで会社で使われている日本語とみんなの日本語でつ勉強する日本語ぐらい違うかなと思いますはいまあその中でもね僕がチラッとトレーラーで聞いてまあ皆さんに簡単に説明できる表現をいくつか紹介したいなと思うんですけどもはいえとまず一つ目はござるじゃこれは男性のです だの表現になりますだから「ゆうすけです」だと「ゆうすけでござる」「ゆうすけだ」だと「ゆうすけじゃ」って言いますね。はいでまあその使われていた表現のところであ面白いなって思ったのが「難儀」難難儀難儀っていうのは「難しい」っていう意味ですね。はい でもなんかもし今の現代の人がねかっこよく難しいっていうのを侍っぽく話したかったらわざとジョークで今回のテストは難儀であったみたいな話し方をしますね。はいであとはですねこの女性の話し方のこの時代劇昔のそのドラマで日本人がよく使う表現で「何々マスまする」っていう表現ですね。うん 「食べます」じゃなくて「食べまする」っていうと「飲みます」じゃなくて「飲みまする」っていうね、あのーまあ、そういう言葉をプラスするっていう表現方法もあります。で、あのー、これね意外とこう面白いなって思ったのがそのさっき紹介した江戸時代に書かれた本でも「そのなんとかなんとかだった絵」みたいな感じで「え?」 っていう言葉がその言葉の何かのフレーズの最後に入ったりするんですよね。であの落語とかも聞くと「ねお前さん今日はどうしたんだい?」。 みたいなこう話し方をするんですけど「どうしたんだえ?」の「え」の,えの表現とかは多分このスルーのルーに近いんじゃないかなとだから今私たちが話している日本語にプラス最後一つの音を加える今で言う「よ」とか「ね」みたいな表現がこのルーになるんじゃないかなと思います。はいであと簡単なところで言うと食食べべまませせんを食べませぬはいこれなんかはね N 文法とかとしても扱われているんですよ。はい 行かななな、はい、ないいいをかかぬぬがにるんねそういう文法のルールがいくつか分かっていると多分ねかなりこの将軍、ね、時代劇、ね、昔の日本人のこうドラマの話し方っていうのが理解できるんじゃないかなと思いまして、まあ、今度ねまた別枠でこの「侍言葉」ね「ね時代劇の言葉」「昔の えー、ドラマで使う言葉を、まあ、紹介したいなと思っていまする <laughs> ええー、はいで次のテーマはですね今回の、まあ、ドラマ「将軍」に出てくる、えー、キャラクターの、えー、モデルになっている歴史上の人物とモデルになっている時代背景について紹介したいなと思いますゆうゆうの日本史ポッドキャストはい ということでね、まあ、今回なんですけども、一応3人の、えー、人を紹介したいなと思います。1人目はえっ、ー、と主人公の虎永さんっていう侍ですね。えー、この侍のモデルは、えー、多分徳川家康だと思います。えー、徳川家康っていうのはえっ、ー、とこの後ですね、えー、侍のリーダー将軍になって江戸時代っていうね、日本で一番こう平和で長かった時代を作った人。 っていうね、まあ、そういうお侍さんです。はい。で、もう一人、面白いなと思ったのが、石堂さんっていうね、キャラクターもいるんですよ。で、この石堂さんのモデルになっているのが、石田三成っていう、まあ、歴史上の人物だと僕は思います。はい、この石田三成は、えっ、ー、と、徳川家康さんのライバルです。えー、最後に、徳川家康さんと石田三成さんが大きい戦いをして、徳川家康さんが勝って、江戸時代が。 このあとねこの戦いについて、あのー、詳しくお話ししていきたいと思います。であともう一人ねこの女性のキャラクターは多分このドラマの中で唯一、えー、英語が話せる、えー、女性として 多分出てくるんですけども、このキャラ、このキャラクターもモデルがいまして、そのモデルが細川ガラシャというね、あの女性になります。この細川ガラシャさんっていうのは、えー、とこの時代、キリスト教になった女性です。で、まあ、この女性なんですけども、いろんな人生のドラマがあって、歴史上では最後。 大変な死に方をするんですけどもはい、このえ日本人でキリスト教になったえ女性としてこの細川ガラシャさんのえモデルね、戸田玉子さん多分これもね歴史のこれから話を聞くとこれからのドラマが楽しめるんじゃないかなと思っておりまするはい、まあここのね多分虎永さんと石堂さん戸田玉子さんあたりが この江戸時代が始まる手前結構面白いね歴史背景を持っている人物になるんじゃないかなと思うんですけども早速今回この虎永、えー、さんのモデルになっている徳川家康と石堂さんの、えー、モデルになっている石田三成さんが戦った、えー、と戦国時代最後の大きな戦、はいえー、関ヶ原の戦いについて、まあ、ゆっくりお話ししていきたいなと思います。はい えとこの関ヶ原の戦いですね、えー、と1600年の9月にまあありまして、えー、と石田三成さんの、えー、西日本グループと、えー、徳川さんの東日本グループが戦いまして徳川さんが勝って、えー、戦国時代終わり徳川さんの日本になりましたっていう戦いになります。はい、で、まあ、この戦いを説明する前にちょっと手前から 説明しなきゃいけないんですけどもこの徳川さんが、まあ、日本のリーダーになる前ですねその前に豊臣秀吉っていう方が、まあ、日本のリーダーダででしたでこの方は、まあ、本当に日本でいろんなことをしていてで、まあ、こう日本を完璧にコントロールしていたと。 なんならですね。徳川家康さんはその天皇から正義大将軍っていうあのー、まあ仕事をもらうんですけど、それよりももっと位の高い、もっとこう大切な仕事を任されていたのが豊臣秀吉さんです。で、この秀吉さんなんですけども、病気で死んでしまいます。はい。でも、えー、と秀吉さんには、えー、秀頼という子供がいるんですね。でもこの子供とても小さいので。 政治はででできないんですよでそこで出てくるのが1つ目のグループの名前が五武行というグループですこのグループ何かっていうと豊臣秀吉さんの直接の部下たちだから豊臣秀吉さんを直接助けていた強い侍たちを「五奉行」と言います。でもう一つグループがあって「 このグループの名前を五大楼と言って言いますこの五大楼っていうのは豊臣秀吉さんが生きていた時代に日本で強いと言われていた五つのファミリーを集めたグループこれが五大楼になりますで多分ですけどもこの将軍のドラマでは五大楼しか出てこないんですよでも実際はですね五大楼っていう五つの その時日本を次コントロールするかもしれないって言われていたファミリーと五奉行っていう豊臣秀吉さんを直接手伝っていた5つのファミリーのまあ侍のファミリーの2つのグループで分かれていたんですよ。ここはちょっと多分あのドラマと違うんですけどなのでこの関ヶ原の戦いっていうのはまあ簡単に言うと五奉行対五大牢だと思ってもらって構わないです。 でこの五奉行っていうのは豊臣秀吉さんを手伝っていた人たちなのでこの人たちの目標はこの秀頼さんが大きくなってまだ豊臣ファミリーの時代が続きますっていうのが彼らの目的だったんですね。なので法律の部分であったりとかもっと日本を上手にコントロールするためにはどうすればいいんだろうっていう頭を使うお仕事をやっていました。で。五っていうののはその 次将軍になるかもしれない強いファミリーたちなので戦うことがメインになっていきますはいで徳川さんですねこの虎永さんのモデルになっている徳川家康ももちろんこの五大老の中の、えー、一家族一ファミリー一グループだったわけですはいで時代が動きますこの虎永、えー、さんのモデルになっている 徳川家康なんですけども同じ五大牢のグループの中に上杉ファミリーっていう今の福島県会津、えー、に、あのー、本拠地を置いていた、あのー、ファミリーが強くなりそうだったのでそこと先に戦っておきたかったそこを潰しておきたかったので徳川家康さんは、えー、とグループを作りまして、えー、福島会津に出兵をします、まあ、要は戦いに行くわけです。 で京都から福島の方にどん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 ん歩いていくわけなんですけどもここで、えー、石堂さんのモデルになっている、えー、石田三成が動きますいや面白くないわけです豊臣秀吉の時代をまだ続けたいのに五大楼の人たちはもう豊臣秀吉さんを倒して次は自分がリーダーになりたいと思っているだから私たちが五大楼と戦って 豊臣時代をまだ続けけななきゃいけないとどうしたかっていうとですねこの石田三成さん、えー、と京都に残っている五大老のファミリーを人質として取るわけなんですよ。要は牢屋に入れてね徳川さんと交渉するわけです。ね、あなたたちの奥さん子供はみんな私たちのコントロールしている牢屋プリズンに入っているんですよと。 なので言うことをを聞いいてください豊臣の時代を続けます、ね、そしたらやっぱりね徳川さん的には自分たちの子供とかファミリーが殺されるのは嫌だから分かった言うことを聞こうってなると思っていたんですけどもはい。 まここで一つ出てくるのがですねえと細川ガラシャさんなんですねこの戸田珠子さんのモデルになった細川ガラシャさんこれは細川さんっていうぐらいなのでえと細川さんっていう旦那さんがいたわけなんですねでガラシャさんは女性なので京都に残っていたんですけども「侍の妻として人質に取られるぐらいだったら自分で死にます」って言って死ぬことを選ぶんですよ。 ただででですすね自分で死なないんです部下に自分を殺させてで自分のいた城に火をつけさせるんですね。火をつけて城が燃えているのでみんなパニックになっていると。でパニックになっている間自分の世話をしてくれていた手伝ってくれていた人たちを逃がして自分は燃えて亡くなっている城と一緒に生涯を遂げた。 ってて言われいいますはい、なので人質にならなかったわけですよ戸田珠子さんのねモデルになっている細川ガラシャさん。でこの細川ガラシャさんは、えーまあ、そういうすごい大変な人生を送ってきて、まあ、最後はまあその人質にならないために自分で死ぬことを選んだと。でしかも キリスト教だったっていうことでこの後あとヨーロッパのね、えー、いろんな劇になるわけなんですよ。でそれこそあのマリー・アントワネットとかもこの細川ガラシャさんの人生の話をヨーロッパでその劇として見てすごいっていうふうにね言ったっていう有名な方なんですけどもね。はい、で、まあ、ちょっと整理すると徳川さんが福島に行きます。 石田さんがそのの大老の家族を人質に取りますでそうなった時に徳川さんはもう石田と戦うしかないっていうふうになりまして関ヶ原でででぶつかるわけなんですで、あのー、よくね日本人は天下分け目の大戦なんてね言いますけども本当にもうこの戦いで勝った方が 日本をコントロールするっていうぐらい大事な戦いになったわけなんですけども徳川家康さんが勝ちますでこのね戦いも本当に細かく見るといろんなドラマがあるんですけども大事なところだけお伝えしますね。えー、と関ヶ原っていうのは、えー、今の岐阜県と滋賀県の間にあるもうなんていうんですかねこう山と山の間にあるこう広いところをイメージしてくれたらいいと思うんですけども、まあ、そこでこう。 石田さん率いる西のグループと徳川さん率いる東のグループがバーンと戦うわけなんですね。でもともとは石田さんはもう戦いの準備をしていて強い侍たちに手伝ってくれって頼んでいたので石田さんが勝ちそうだったんですけども戦いの途中でですねその大事な侍が戦ってくれないんですよ。はい 山の上にあるこう侍のグループで1万人ぐらいのた侍たちがいて戦わないんですねで石田さんは負けそうになっていてえどうしてなんだ何で戦ってくれないんだってなったら実はですね徳川家康さん虎長さんっていうのはある石田グループの侍にこうもう内通していたわけですよもう頼んでいたわけですよ。ねこれ小早川さんっていう侍なんですけど「おい小早川」と。 東のグループになれとただ戦いには西のグループとして参加しろと。でいいタイミングになったら西グループの侍を倒せっていうふうに言われてこの小林小早川さんが本当は西グループで参加したんだけど実は東グループだったっていうのがあって徳川さんが勝つんですね。はい、でこの 五大老対五奉行は五大老この虎永さんのモデルになっている、えー、徳川家康が勝ったことによって徳川家康さんは将軍になるっていうのが歴史のお話ですはい、まあ、なのでこのモデルのままでいくとガラシャさんはすごい大変な死に方をしてしまい石堂さんは戦いに負けて 虎永さんが勝つっていうのが一応歴史のねあのお話になるのかなと思いますけどもやっぱこの歴史ドラマのいいところはイフが見られる部分だと思うんですよ、まあ、つまり歴史ではこうだったけどドラマでは違う結末がある可能性が非常に高い。うんまあ、実際にねそのポルトガルとかがポルトガルとイギリスの、ね、状態とかもちょっとこうやっぱりこう。 本当の歴史からインフォメーションを変えているので、まあ、違う結末になる、あのー、可能性は十分にあるということでその実際の歴史と照らし合わせながらこの「将軍」というドラマね、えー、見ていったら面白いんじゃないかなと思います、えーとね、実際これ、えー、と第、えー、と10話まであるみたいで今ディズニープラスで見られるのは第8話ということであと2つエピソードが残っているそうです。 はいこの2つのエピソードをこの実際ね今回ね僕が説明したあの歴史を頭に入れながら見てもらったら楽しめるんじゃないかなと思います。ね面白かったっていう方は是非ねあのコメントで書いてくれると嬉しいです。はいということで皆さんいかがだったでしょうか今回のポッドキャストは以上になります。えー、皆ささん引き続き続日本語の勉強頑張ってくださいそれじゃあまたねバイ,バイ